どうも皆さんこんにちは。文学ラジオ空飛び猫たちです。この番組はいろんな人に読んでもらいたい、いろんな人と語りたい文学作品を紹介しようをコンセプトに、文学と猫が好きな二人がゆるーくトークするラジオ番組です。お相手は私、小説が好きの会の大地と、羊をめぐるカフェの三重の二人でお送りします。文学のプロではない二人ですが、東京と京都をつないでお互いに好きな作品をそれぞれの視点で紹介していく番組です。番組概要欄に詳細情報を記載しているので、初めてお聞きになる方などそちらを見ていただけるとありがたいです。今回紹介するのは戦時の音楽という作品になります。レベッカ・マカーイさんが書いて、藤井ヒカルさん役で、新潮クレストブックスから2018年に出版されています。はい、ありがとうございます。で、こちらですね、取り上げた経緯を話しますと、リスナーのリクエストから選ばれた本になります。年末だったかな？ちょっと忘年会でやった時に必ず紹介しますよという形で一冊選ばさせていただいた本になります。で、すいません、私、役者の藤井ひかりさん大好きなんですけど、この作品知りませんでした。なるほど。僕もね、なんか名前は聞いたことがあるというか、まあ本屋さんで見かけたことはあるというので、うんうんうん、でもね、ちょっとどういう内容かとかは全然知らなかったですね。うん。で、こちら短編集になってまして、17編の短編が収録されています。で、長さも結構様々で、なんか2ページで終わるものもあれば、まあ30ページぐらいのものもあったりして、結構いろんなバリエーションがある作品です。語り口や切り込み方とか、話ごとに結構違っていて、正直ですね、とても同じ作家が書いたと思えないような話も中にはあります。個人的にはこの戦時の音楽というテーマのもとに書かれたいろんな作家のアンソロジーのように、感じてしまうぐらいですね、多彩な短編集だなと思いました。確かにあのテーマに、まあ、戦時という、まあ、戦争という、ね、あのワードが入ってるんで、まあ、結構全体通しても生き延びるのに精一杯というかですね、まあ、そういう状況の人たちの話っていうのが多いんですね。生き残るとか自分を守るみたいな、なんかそういう感覚は確かにちょっとあるかも、うんうん、そうですね、うん、でもそことね、なんか音楽の要素がうまいこと、なんか結びついてて、うん、なんか決して、あの、重たいだけの話ではないっていうところが、うんうんうん、すごい、この短編集の特徴かなとはちょっと思ったりしましたね。うん。そのあたりも多分含めてちょっと話しますが、なかなかうまい短編集だなと思ってます。うん、作品紹介の前に、作者のレベッカ・マカーイさんについて話をしたいと思いまして、生まれはあの、1978年、アメリカ国籍になりまして、お父さんが、ハンガリー出身ということで、移民2世の方になります。で、これアメリカの賞ですかね。ザ・ベスト・アメリカン・ショート・ストーリーズというですね、賞に4年連続で選出されているなど、短編の名手として注目されている方になります。まあ、ただ、なかなか短編集というのが出てこなくて、まあ、長編小説を2冊出版した後に、この短編集が出たという経緯があります。ホットクイックピースの短編が揃うまでもう出版しないというですね、そういう思いでされていたので、まあ、僕に言うとですね、この短編集の一つ一つのクオリティという、そういったところはもうすぐ変わって作られたんじゃないかなと思います。で、この短編集にもザ・ベスト・アメリカン・ショート・ストーリーズに選出された4本の短編も収録されているということになっています。うん、はい、後書きにこの作品とこの作品とこの作品がザ・ベスト・アメリカン・ショート・ストーリーズに選出されましたよっていうのが書いてあるんですけど、まあ他の作品もクオリティ高いんですけど、その作品はやっぱりすごかったなとは思います。うんうん、じゃあちょっと具体的にいきますか。うん。うん。そうですね。では作品紹介をしていこうと思います。で、まず、あらすじをですね、ちょっとウェブサイトから引用させていただくと、往年の名バイオリニスト、サーカスの象使い、大学教授になりすますシェフ、時代や運命の不条理に翻弄されつつも、何かを生み出そうと苦闘する人々の物語は、作家自身の家族史をも織り込みながら、つながり合うように広がっていく。ベストアメリカンショートストーリーズに4年連続選出された名手による脅威に満ちた17編。もう本当あらすじの通りなんですけど、17個の短編が入ってます。全体的なちょっと魅力をまず先に話した上で、こう、いくつかっていうかちょっと2編だけ取り上げて紹介しようと思ってるんですけれども、まずですね、これ、17つの短編なんですけど、どの作品も個性的で、
これ小説作るの上手すぎるなっていうのがまず第一印象です。こうなんかね、読み始めはね、この主人公が置かれている状況とかよくわかんなくて、で、そのまま始まってくんですが、読み進めてくるうちにですね、徐々にこの主人公が置かれている状況や感情っていうのがわかってきて、もうその段階では結構のめり込んでしまうっていう作りをしているのが多くて、なんかこの小説の流れの作り方ってのは短いながらめちゃめちゃ丁寧に作られている作品だなと。本当感じました。本当このあたりうまいなっていうのと、あと紹介をしない作品でもあるんですけど、なんか読み終えてみると、あ、途中から主人公って実はこっちだったのねみたいなパターンとかもあって、なんか語り手、あ、一人称じゃなかったりする作品が多いのかな。なので結構そうか、主眼はこっちに置かれていたんだみたいなのがちょっと後々分かったりする作品があったりして面白かったですね。ちょっとリトルフォーク奇跡の数年間とかそんな感じなんですけど、最初サーカス団の話から入ってたと思うんで、あ、でも最初から出てんのか。なんかでも牧師が主役だとはちょっと最初思わなくてなんかこの人を通してなんか違うことが語られるんだろうなと思ったら、あ、この人の話だったみたいな感じだったりするんで、ちょっと意外なことを見せたりする作品もあったなと思います。なんか作りがちょっと工夫されてますよね。なんか導入のところとか、なんか単純にいきなりその現在進行形でいくっていうわけでもなくて、なんか過去から始まったりとかね、さっきの話だと主人公は牧師さんなんですけど、なんかサーカス団の話から始まったりとか、この辺のなんか作り方っていうのはなんかどれも工夫されてるなっていうのは感じましたね。で、今回はですね、そのうち2編をご紹介したいと思いますが、すいません、これ完全にちょっと今回私の方が先に読み終えたんで、三重さんの先に。なんで、もうこの2編で行きましょうって私の方からちょっと言ってしまいました。で、まあちょっと結構私の恣意的なセレクションになっております。でもあれか、1編目の砕け散るピーター・レトレリは、これから話す砕け散るピーター・トレリって話は、まあ、三重さん側のあれかな、意向も強かったか。あ、そうですね。いや、僕が読んだ中では、これが一番良かったなと、思ったやつで、大吉さんチョイス、何個か候補が上がってきたんですけど、もう全部良かったんで、もう、いや、今回の2編は僕、個人的にはもう納得の2編なんで。あ、なるほど、なるほど。はい、そこはもう心配なくやっていきたいなと思います。そっか、ちょっと後で触れますが、私そうなんですよね。ベスト2選ぶとしたら、実はもう一つ違うのがあるんで、ちょっとそれは後で話したいと思います。はい。じゃあ、まず。では、先に紹介する作品が、砕け散るピーター・トレリという短編になりまして、で、これは高校の同級生だったゲイの二人の物語になります。主人公の、まあ、僕といいますか、主人公の僕は高校の同級生のピーターという人と、まあ、仲が良かったんですけども、このピーターというのが、もうとんでもない美形の、めっちゃもうね、かっこいい人で、で、学校中の女子からもうモテて、もう本当アイドルのような扱いを受けていました。で、実際にアイドルでもあって、高校卒業あたりではもうすでにプロの舞台俳優になっていて、まあその後ですね、もう社会に出てからもう舞台とか映画とかでもう活躍していくような人でした。で、実はこの僕とピーターっていうのは、二人とも、ゲイの男子であったということですね。で、なんか当時これは書かれていたのは、まあ、シカゴのその高校で、ゲイの男子っていうのは二人しかいなかった、みたいな感じで書かれたりしていました。で、それから、時代は進むんですけど、36歳の時に、ピーターの俳優人生は転落します。俳優としてすごくキャリアを築いてきたんですけども、リチャード3世という、まあ、舞台の公演中に、突然セリフが言えなくなってしまって、ピーターが舞台上で凍りついてしまうというですね、そういうちょっともう事故のような出来事が起きてしまいます。で、それ以降ですね、舞台の本番の時に同じような症状が出てしまうという、もう急にセリフが言えなくなったりですね、なんか動きが止まってしまうというですね、もうそうなってしまって、ちょっとその劇団にいられなくなってしまってですね。まあ、そこを辞めて地味な俳優生活を送るというですね。ちょっとそんな状況に、ピーターがなってしまいます。で、そんなピーターの状況を知った、僕は、ラジオクリックとシカゴ美術館が連携した、あるプロジェクト
を進めていたんですけども、まあ、僕が、そういうですね、ちょっとその、プロデューサーのような役割というのをしていて、で、その、プロジェクトの内容っていうのが、美術館の柔道と呼ばれるプロジェクトで、で、これは、美術館の所蔵品について、詩人とか作家が短い作品を書いて、で、それを俳優が朗読するというですね、で、その朗読役、何名か、その俳優を選ぶんですけど、その中の一人に僕は、ピーターを選びます。で、その選ばれた俳優っていうのは、もうオープニングイベントですね。この、プロジェクトのオープニングイベントで、もう本当ゲストたち、いろんな人たち相手に朗読を披露したり、で、その後、その朗読がオーディオガイドとなって、一般の人たちが聞けるようになるというですね。まあそういった内容になってまして、この主人公の僕にとっては、まあこの、プロジェクトの発案者であって、で、キャリアにおいても一大プロジェクトであったんですけども、まあ、そこにもう昔からの、ピーターというのをもう抜擢します。で、オープニング当日ですね、もう人々が集まる中で、俳優たちがそれぞれの作品の朗読というのをしていって、で、ピーターの出番が回ってきたので、ピーターも朗読をするんですけども、ちょっとそこで思わない出来事が起きてしまうというですね、まあ、そんな、話になります。これはもう、なんていうかかなり名作ですね。全体的に結構ユーモアもある話があったりするんですけど、これは割と深刻なというかシリアスな話で、この主人公の初恋というか、初恋というかピーターなんですけど、うん、まあ、その初恋を、なんだろう、こう、引きずってるわけじゃないけど、まあ、なんていうかな、うん、その、ある意味、この僕の中で一つ刻まれていて、まあそれをがこう関わってくる、まあ、見えてくる話ではありますね。で、これ最終的にだいぶなんていうか悲しいなって思う。このピーターがまあちょっと立ち回りがうまくできなくて、結局彼は悲しい終わり方をしていくんですけど、その彼のピーターの背中が結構悲しくてですね、私は結構そこでおおって思ったし、もう結構名文があって。まあこれピーターと僕との関係の話ではあるんですけど、なんかね、ピーターが去ってく瞬間があって、118ページなんですけど、なんかまあ僕はピーターを追っていこうかと考えたってあって、その後、君が酔ってるだけだとか、みんな君を愛してるんだよと僕は言う。僕は君を愛してるんだとは言えずじまいだった。みんなとだけいい。パーティーに来てる人たちみんな、彼が出会った人たちみんな、通りの反対側から彼を見たことのあるみんなを指していた。もうそれは嘘になってしまった。世界は彼を愛してはいなかった。僕だけが彼を愛していた。もしそれを得たとしても、その言葉では十分でないという気がした。もしそれで十分だったとしても、その後はどうなるのだろう。僕はその責任をどう背負えばいいのだろう。あっても、このあたりが、なかなかやべえ名文だなっていう、が出てきてですね。ちょっともう、だいぶ、このラストの、ほんと3ページぐらいなんですけど、ここにやっぱ集約されてきてるなっていう感じがあって、すごいいい小説だなと思いましたね。だから名文ほんと多いって言います。僕はもう書き出しの一行目がすごく良かったなと思っていて、ちょっとね、3行あるんですけど、自分のこれまでのキャリアを危険にさらしてまで、どうしてピーター・トレリを救おうとしたのかとカルロスに聞かれて、僕はこう言った。高校時代の3年間、ピーターと僕はシカゴで二人だけの家だったんだよ、と、っていうですね。うん。なんかいいですよね。この自分のこれまでのキャリアを危険にさらしてまで、ピーターを救おうとしたのはなぜなのかってね。うん。っていう問いから始まるっていうですね。うん。あとは、ちょっとシリアスな、まあ、話というかね、ちょっとピーターが、かわいそうだなって思う話ではあるんですけども、結構、この作中で、この主人公とピーターとの会話というところはですね、なんかすごいお互いユーモアに富んでて、それ読んでってすごいなんか小粋なに感じるような会話がされていてですね、この辺なんか小説書くのが本当うまいんだなってすごく思ったんですけども、うんうん、なんかね、読んでて本当気持ちよくなるような、なんか会話を途中まではね、書いてあって、なんかそれも、もう短編の魅力かなと思いましたね。あと、僕がちょっと気になったところとしては、ピーターがなぜ、舞台で突然演技ができなくなってしまったのか、というところは気になりましたね。何かそういう病気的なものなのか、作中ではですね、なんかドラッグやってるんじゃないかとかですね、そんな疑いもあったりしたんですけど、まあなんかそういう、はっきりした原因があるのか、まあそれとも何かもう原因不明のものなのか、そこがもう明らかにはされていなかったので、なんでだろうというのは思いましたね。
こはでもなんか衝撃的なとこですよね。なんかやっぱり役者としてこううまく立ち回れなくなってくる、うんうん、ピーターが精神的に多分何かあったんだろうなと思うんですけど、まあ、舞台でこのなっちゃった瞬間っていうのはちょっと何が原因かっていうのは分からないですけど、結構彼はどんどん追い詰められていくっていうところがあって、うんうん、それはかなり読んでてくるものはありましたね。それが結構ラストの一文に結構まあ、うん、前提的に繋がってるんですけど、まあちょっとだけもう読み上げちゃうとラストの一文すごい良くて、誰にともなくこういうかつて何かがここにあった、美しくそびえていて私たちみんなに影を投げかけていた何かがあって、その時にはとても大事なものに思えた、それが今ではその名前すら思い出せないっていうので締めてて、あ、めちゃめちゃいい名文で終わってんなと思って、うん、なかなかこの哀愁というか、うん、悲しさみたいのが満ちる作品でしたね。そうですね、うん、なんかこの主人公もピーター初恋の相手ではあるし、うんうんうん、なんかその恋愛感情だけではないと思うんですよ。本当ピーターという人のその才能というかですね、なんかそこにすごい尊敬していたというところも読んでいてあるなと思っていてですね、なんかそれを、まあ、プロデューサー的な立場になっても、やっぱりピーターの才能っていうのは信じていたと思いますし、実際ピーターがダメになるまでは、やっぱすごい俳優として活躍していたっていうところで、もうそこの輝きっていうところも知ってましたし、なんかそんなね、思いが込められたのか、ちょっと最後の一文かなというのは、思って、うん、なんかすごいね、最後、いや、なかなかちょっと、なんかね、儚い話だなと思いました。じゃあちょっと次の作品いきますか。次なんですけど、まあこれちょっと正直、私が、この17個の中で、まあ、もし優劣をつけるとしたら一番良かったなと思った作品で、一番最後に収録されている作品で、惜しまれつつ世を去った人々の博物館という短編になります。で、これあらすじなんですけど、ガス漏れの事故によってアパートの入居者12人が死亡するという悲惨な出来事から物語は始まります。で、この主人公メラニーという女性なんですけれども、メラニーはですね、この亡くなった住人の一人であるマイケルという人と婚約関係にあり、まあ、マイケルの遺書によりこの D 号室を譲り受けるということになりました。とマイケルなんですけども、まあ、メラニーと結婚を控えていたので遺書を作っていたんですが、この D 号室にはですね、マイケルの他に、バネッサっていう前の妻も一緒に住んでいたことが判明します。メラニーはマイケルから、前の妻であるバネッサは自動車事故で亡くなったと聞いていたが、実際は生きていて、まだ共同生活をしていたということが判明します。で、メラニーは、まあ、マイケルが嘘をついてことを知り、まあ、深く傷つきます。で、これちょっと状況が複雑なんですけど、バネッサの遺品は、マイケルのものになるので、結果的にメラニーのものになるという状況になっています。この D 号室の遺品整理をするためにメラニーはアパートに来て、まあ、作業を始めるんですけれども、そこで若い芸術家のジェットという人物と出会い、このジェットっていうのはですね、このアパートの遺品を集めて作品を作ろうというちょっと変わったことをやっていて、メラニーはそれにまあ協力する形になります。で、メラニーとジェットはこの事故当日にアパートにいなくて命拾いしたジュジとラスローという夫妻にがいるんですけれども、まあその二人にもですね、マンションをもうレプリカにして作品としているので、まあ彼らの部屋もあるので、そこに何かしらちょっと入れてもらいたいので、まあ、参加してもらえないかということでちょっと話を持ちかけに行きます。で、この94歳のジュジはですね、ユダヤ人でホロコーストの生き残りでした。で、この作品のためにジュジは妹の形見を渡してきます。で、ジュジはですね、この、ジェットとメラニーに、1944年ブダペストでソプラ歌手だった、まあ、この後にジュジの夫となるラスローによってホロコーストから逃れてきたという出来事を語り出します。その後ですね、ジェットはまあ追悼作品を完成させて、メラニーに作品をなぜ作ったかというところを話し出します。その後メラニーはですね、マイケルへの怒りはあるが、ジュジの話を聞いて人生や愛について考え出すというところで終わります。なんかこれすごい小説ですよね。うん、なんかちょっと出だしびっくりしたのがね、このガス漏れ事故でいきなり12人全員死んでしまうというところから始まるんで、うん、一体これは何なんだと思ったら、まあそこからその残された、ね、まあ残されたというか、マイケルの婚約者だったもうメラニーが、なんか本当結婚控えていたのに急に婚約者が亡くなったっていう、本当天国から地獄になるようなそんな展開で、しかもそのマイケルっていうのが知らなかった方が良かったというような
その現実というかですね、まあ結構、悪いことをやってて、まあ結構、最悪の状況だったんですけど、まあでも、メラニーが、この若い芸術家のジェントという人のおかげで、もう両親を取り戻していったりとかですね、まああと、この、ジュジというホロコースト、生き残りの女性から、もう人生とか愛とかっていうのが、もう自分の想像が及ばないような形でも、あるんだというのを教えてもらってっていう、結構僕は、これは、メラニーの回復の物語だなって思いましたね。うんうん。いや、なんか、結構ね、名作で、僕は好きなところは、なんか二つあるんですけど、一つがこのジェッドが追悼作品ですね、この、マンションのレプリカ。これは作中では博物館って呼ばれてたりもするんですけど、なんかそれをなんで作るのかっていうのを、それを作って満足してるのかっていうのをですね、メラニーに聞かれるんですけど、で、そこでジェッドが答えるのが、もうそれが生存者の務めなんだと言って、で、メラニーにちょっとハッとさせるシーンとかですね。うん。なんかそういうの好きでしたし、あとはやっぱりジュジの物語ですね。このハンガリーのブダペストでソプラノ歌手をやっていて、まあ、ただユダヤ人ということでちょっと迫害を受けるんですけども、まあでもなんとか旦那さんのおかげで息の伸びることができたっていうですね。そういったで、このジュジとこのラースローっていう旦那さんとの関係もちょっと複雑なところがあって、まあ、ここのところもですね、その人を許すかどうかみたいな問題っていうのがあって、ね、それをメラニーもマイケルを許せるかとかですね、うん、バネッサを許せるかとかですね、なんかそういうちょっと葛藤みたいなところになっていくんですけども、うん、だからね、この辺の、もうちょっとね、ほんと終わりの方の話なんですけど、なんか展開はなかなか考えさせられましたね。うん、でこれバネッサは、なんだろう、メラニーの存在を知らなかったんですよね。なんか、うん、まあ、これ、ちょっと、ちゃんと書かれないからね、ちょっと離婚はしてるんですよね、多分ね。うん、離婚はね、してるんでしょうね。ね、うん。まあ、遺書までね、書いてたっていうことなんで。うん。まあ、まだなぜ関係を持っていたかっていうのはちょっとわからないんですけど、でも、そのバネッサには、新しい結婚をするってことは言ってなかった。で、このあたりもちょっと、なんかそれをメラニーは知ることにもなるんで、まあそのあたりの流れもちょっといいんですが、うん、自分が結構これなんだろう、ぶち抜かれたところが、個人的には304ページのこのジュジの話を聞いてるときに、メラニーが、まあジュジが、まあ人生はこういうものだからみたいなことをちょっと語り出して、それがなんかメラニーにとってちょっと勘違いなんだって思ってくて言おうとしたけれども、一緒に聞いたジェットが視線で、これは君についての物語じゃないとその目は言っていた、黙っておくんだっていう一文があって、うんうん、ここが結構私すごいハッとさせられたところで、この他の短編集もなんだろう、自分の話じゃない話とか結構あって、あ、語り手がの話ではない話みたいな、例えばさっきのピーター・トレリの話も結局語り手とその語ってることはちょっと違ったりすると思うんですけど、まあ他も結構ちょっとそういうところがあったんですけど、なんとなくこの物語、この短編集っていうか他人の物語っていうのは結構重要なんだなっていうのは、ちょっとなんとなくここで私は、うんうん、思い当たって、ちょっと面白かったというか、ハッとされたところなんですよね。やっぱりこの、なんだろう、ラストがね、すごい良くて、まあ、三重さんもちょっと今話してましたけど、人の人生とか、人の愛情とかっていうのは、なんかちょっと他人からはですね、ちょっと理解し得ない部分とか、なんか、なかなか想像できない部分っていうのがあるよねっていうことが、この小説では語られてる気がして、そこにちょっとすごく感動してしまいました、私は。まあ、しかもこの、まだ現在進行形の夫婦でも語られてるし、このバネッサと、マイケルの関係も何だったんだろうってちょっと思うし、そのマイケルと関係を結んだメラニーがどう感情を持ってっていいかっていうところもあるし、なんかすごくいろんなことを考えさせられる小説だなと、ちょっと思いましたね。やっぱり物語の、力がすごい強く働いてる小説だなっていうのは思いましたね。うん、なんか、林さんの話でその他人の物語を語っている話が多いっていうのは、やっぱりなんか人生の中でどうしても受け入れるのが難しいこととか、なんかどう乗り越えていいかわからないとか、なんかそういう状況になった時って他人の物語がなんか一つの道しるべになったりするのかなと思うこともあってですね。なんかそういったところとか、もしかすると、この、ね、なんか厳しい状況の人たちにもね、なんか必要な物語として提示されているんじゃないかなというのをちょっと感じたりしましたね。うんうんうん、そうですね。じゃあちょっとそんなとこにして、まあテーマトークに入っていきたいなと思うんですけど、うんうん、
今回のテーマはですね、まあちょっと戦時下の音楽というこの作品は結構芸術が結構いろいろ出てくるんで、あの音楽だけじゃなくて美術とかいろいろ出てくる作品なので、まあ芸術についてちょっと話したいなと思ってまして、今までのことで芸術に救われた場面とか芸術がによってなんか力をもらったこととかあったら、話してみたいなって、出ます。なるほど。芸術と思ったんですか、でも。難しいかね。僕はね、ちょっと一つありまして、それは芸術を、なんていうかね、鑑賞するのではなくて、自分で絵を描くっていうですね。ああ、なるほど。ちょっとそれが一つあってですね、僕は自分ではすごいもう絵が下手だと思っていて、なんかよく画伯とか言って、なんか馬鹿にされたりとか、まあ、ああいうタイプなんですね。で、まあ、小、中、高と、なんか全然その、まあ、絵はもう自分の中でも下手だと思っていて、まあ、そもそもそんな描いたこともないので、なんかうまく描けるわけもないので、なんかちょっと避けてきたところはあって、本当にもう全く自信がない分野だったんですけど、いつだったっけな、30過ぎたぐらいの時にちょっとしたワークショップでですね、なんかみんなで絵を描いてみようと。で、そこではなんかそのうまく描くとかではなくて、決められた、まあ、すごい短い時間なんですけど、短い時間の中でその描写していくと。で、それはなんかそこも自由なんですよ。なんか絵で見えてるそのまんま描かなくても、なんかある一部分をめっちゃアップにしたり、なんかめっちゃ俯瞰で描いたりとか、なんか色もなんか空は青なのにピンクにしてしまったりとかですね。なんか自由にしていいよというので、本当になんか自分の、まあ、想像力って言いますか。上手い下手ではない部分で、そうやって自分の思うように、なんか意外と褒められたんです。こういうふうに、絵を描いてもいいんだっていうのをですね、その時初めて知りまして、なんかそれ一方、上手いが芸術っていうと僕は、絵に関してなんですけども、で、上手い下手っていうのが思っていたんですけども、で、これはもちろん音楽とか他の分野に関してもそうだと思うんですけども、なんかその自分の、ってるものを出すって言いますか、想像力を出すっていうか、むしろ、まあ、救いになった、何か励ましてもらえたような経験っていうのがありましたね。すごいいい話ですね。なんか自分で書いたものになんか、評価もらって救われるってなんかすごくいい流れですね。その絵見てみたいですね。ひどい絵だと思いますけどね。いやそうです。自分の中では、ね、自己評価もめちゃめちゃ低いんで。でもそれいいですね。これまあバッと私が書いたけど何もアイデアもなくてあれなんだけど。なんかでも芸術とかっていう小説とか、なんだろう、なんか物語があるものの話とかいくらでもできちゃうから、そこをしないでいくと、やっぱりなんか救われたとか力になったとはちょっと違うんですけど、なんか現代アートをなんか大学の時だったかな、なんか友達と二人で見に行った時があって、でなんで一緒に行くことになったとか全然覚えてないんですけど、まあその当時今全く連絡取ってないけど、まあそこそこ仲が良かった友人で二人で見て、コンテンプラリーアートみたいなの行って見たんですけど、で、その後、まあ、なんか、飯食べて、だから確かうちに泊まったんですよね。一日一緒にいた記憶あるんですけど、なんかその時に、ちょっとその、交わした会話とか、詳細まで覚えてないんですけど、感想を言い合ったこととかが、やったら、なんだろう、印象に残ってるなぁと思う。まあ、なんか、多分その時、自分が思ってもなかったようなことを言われて、あって思っただけだと思うんですけど、でも誰かと、なんか、美術館一緒に行くことって結構あると思うんですけど、でもなんか、ちゃんと話したっていう記憶があんまなくて、誰かと行くより。多分、その数少ないちゃんと話した経験の一つで、やたら印象に残ってるし、なんで、その後一緒にずっと一日行ったのかもよく覚えてないんですけど、不思議な、なんかちょっと一日でした。いうことだけなんかちょっと今思い出した。それは、何ですかね。やっぱり、なんかその美術館のっていう、その空間、が何か作用してるのか、もしくはなんかそこの中のある一つの展示物、多分展示物だと思うんだよな、ね、多分すごい私もそれ見た時の印象は見た先を覚えてて、でその時、はい、その友人が見せた表情とかなんかやたら覚えてるんですよ。その時の彼の顔はよく覚えてて、でも何を言ったかちょっとよくそこまではあれなんですけど、なんかいつもと違う顔をしてたなって思って、でちゃんとその先について話した気がする、なぁと思いますね。何かその通じ合ってたのかもしれないんですね。その作品を、絵の、なんだろうな、その感想って言ったらですけど、こんなこと思ったとかっていうところとか。かなと思いますね。ただちょっとなんか、今、ちょっとその話、
その時のことが蘇りました。あ、でもそうかもしれないですね。その、一つのその作品というのがあって、なんかそこに対してどういう感情を抱くかとか、どういう価値を見出すかっていうところを、うんうん、なんか人と共有できたら、それは結構、なんかね、救いになるんじゃないかなと思ってですね。うんうん、芸術作品とかって、あの、数値化できるものじゃないですか。うんうんうん、なんかもう分かりやすい基準とかってないので、それなのに、その人と人がそれに対して同じような感情を抱いたりとか、同じような価値を持てたりして、何かね、そこで分かり合えたりする瞬間とかってすごいなんか幸せなことなんじゃないかっていう。うん、そうですよね。なんか分かんないけど、同じ、あ、例えば美術、結構有名な美術展とかあったら、何人かやっぱり友達も行ったりとかして、うん、あの美術展行ったみたいな話とかすることは、うんうんうん、まあまああると思うんですけど、多分ね、あんま深い話しないんですよね。うん、なんか、よかったよね、ぐらいの話しか。いや、そうですよね、うん。うん。しなくて。で、多分ね、どんな話をしたかわかんないですけど、多分その時結構深い話をできたっていう感触だけ残ってるんだと思う。うん。うん。あ、確かにそれが自分にとっての救いなのかもしれない。なんか、うん。この作品をすごく感銘を受けたんだけど、みたいな。それと同じように感銘、あ、同じレベルじゃないし、同じ感覚じゃないかもしれないけど、何か受け取ったんだな、この人っていうのを、なんか、間近で感じられたっていうのは、もしかしたら、すごく自分の中で何か、なんだろう、救いになってる部分もあるのかもしれない。うん。いや、確かにね。うん、なんかね、自分と作品ともう一人相手がいて、ね、なんか三者で、うん。われる感じは、なんかいいですね。と、まあ、そんなとこにしておきましょうか。うん、はい、はい。なんか思いのほか、今回のテーマトーク、なんかいい話が、そうですね。できたんじゃないかなって。ね、うん。ちょっと思いましたね。すげえ面白かったし、見栄が吐くの。そうそうそう。話もできたし。それはね、世には出さないですけど。じゃあ、いつも通り感想とどんな人に読んでもらいたいか話で終わりにしましょうか。じゃあ私の方から、自分が読んできたどの短編集ともですね、なんか今回の短編集は違う短編集な気がして、すごく面白く読みました。なんか同じ作家の違う面が見れるのが短編集のいいところだと常々思ってはいるんですが、なんかそれにしてはですね、この幅が広いというか、多様性みたいのがね、めちゃめちゃあって、うまく言葉にはできないんですけど、まあ、何か通底してるテーマがありつつまとまりを見せているのにこんなに幅があるってのはなんか面白いし、なんか読み終わった後ですね、迫ってくるものがあって、なんかすごく面白いなと思いました。このタイトルの戦時の音楽と、まあそれと絡むんだけど、それとはまたちょっと違う人間がどうしても抱えてしまうような感情っていうのを描いてる気がして、で今正直その感情っていうのがうまい言葉でくくれないんですけれども、だからこそこの短編集っていうのに何かまとまりっていうのを持たせることができているのかもしれないなぁと個人的には思いました。全体としては読みやすい作品が多いので、割と海外文学初めての人でもおすすめな一冊なんではないかなと思います。一度読んでもピンとこなくても二度三度読むとですね、すんなり入ってくる作品ばかりなのではないかなと思っております。そうですね、僕は、まあ、戦時の音楽というこの、まあ、タイトルもそうですけど、このモチーフですね、戦争と音楽っていうところがすごく面白いなと思いましたし、まあ、それで17編もこんなにいっぱい短編作れるのがなんかすごいなと、これはやっぱり作者の人の本当に才能というか、なんかその力がやっぱすごいんだなっていう感じました。で、視覚的ストーリーがしっかりあって、まあ、読みやすい小説かなと思ってまして、まあ、ただ、一筋縄ではいかなくて、やっぱり余韻のある終わり方をしている作品が多いのかなと思っていました。で、最後の特に作品ですね、惜しまれつつ世を去った人々の博物館を読んでちょっと思ったのは、人生生きているなら、まあ、音楽とか恋愛、まあ、そういうのを楽しんで、まあ、あと、惜しまれつつ去ってしまった人々っていうのを忘れてはいけないんだなっていうのを、なんかすごく感じました。すごくクオリティの高い短編集だなと思いますので、まあ、しっかりした海外文学とか読んでみたいなという時の、ちょっと入り口と出会ったりですね。なんかそんな長編は読めないけどもっていう時に、すごく読み応えのある本かなと思います。いや、今回読めてよかったですね。じゃあ、次回予告して終わります。次回はですね、番外編で、ちょっと特別なゲストが来る回になりますので、ぜひ、お楽しみにしていただければなと思います。おそらく、我々からすると全ての、今までのリスナーに全員聞いてもらえたような内容になるんじゃないかなと思っておりますので、楽しみにしていただければなと思います。番組の最後になりますが、メルマガ会員を募集しております。毎週土曜日に配信しておりまして、まあ、いろんな内容をちょっと配信しております。詳しいことは番組概要欄に記載しておりますので、そちらをご確認ください。番組の感想やリクエスト、またこのラジオを聞いて紹介された本を読みました、読み返しましたのでございましたら、ハッシュタグそらとみねこたちをつけて教えていただけると大変嬉しいです。Twitter やインスタの DM や投稿などでお待ちしております。
メッセージフォームも番組情報欄に載せておりますので、そちらから直接いただいても大丈夫です。この番組気に入っていただけたら、ぜひ積極的に拡散、共有してください。よろしくお願いします。ではまた来週。ありがとうございました。